皆さん、こんにちは。マーシーです。私、マーシーは確か2本前、3本前だったかと思うんですけども、貯金をしていきますみたいな動画皆様にお届けしたと思うんですけども、そのような考えに至ったのも、これも今の仕事が非常に自分に合っていて、安定して長期で働けるのではないかなという手応えを感じているからこそ、そのような貯金をするという結論に至ったのだと思われます。今までの自分っていうのは本当に恥ずかしい話なんですけども、貯金のちょの字すらなくて、専門学校を卒業して20年になりますが、まともに貯金をしたことすらありません。なので、その自分が5000円貯金を始めることができたということ自体プラスだと自分自身の中で評価し、自分で自分を褒めたいなと思っております。でも私マーシャ気づいたんですよ。貯金は貯金でいいかもしれませんけども、それ以上に重要なのは借金だと。貯金よりも借金の返済を優先するべきではないかなという結論に正式に至りました。なので、私マーシーは毎月こちら貯金をしていく予定だったんですが、毎月5000円の貯金、余裕ができれば6000円、7000円、理想は毎月1万円近く貯金していきたかったなと思っていたんですが、こちらの毎月最低5000円の貯金は断念をしまして、その貯金の額、その分を借金の返済に充てていくという結論に正式に至りました。そもそも私マーシーがなぜ借金をするに至ってしまったのかという経緯を軽く簡単にお話しさせていただきますと、私マーシーはギャンブルとか酒、タバコ一切やりません。そして男性が好むような夜のそういうお店も一切行かない、本当に真面目な人間なんですよ。根は本当に真面目で実直なんですけども、ではなぜ借金をしてしまったのかと言いますと、単純に生活費が足りなくなったからであります。酒、タバコ、ギャンブル一切やらないので、そこまで生活1ヶ月間生活費がかかるわけでもありませんけども、当時実家で住んでいたのにもかかわらず、携帯の料金とかガソリン代、年金、国民健康保険、さらに借金を重ねていけば借金の返済、イオンカードの返済、それも結局イオンカードの返済をイオンカードのキャッシングでお金を借り入れて返済していくみたいな、そのような流れが年々強くなっていったんですよ。借金を始めたのが2015年の3月か4月頃で、悪い意味でのご厚意に甘える形となりまして、2015年、3月か4月か忘れてしまったんですけども、借金を始めてしまったということになります。酒、タバコ、ギャンブルは一切やらないので、数万単位の、特にギャンブルですね、パチンコとかそういったものは一切やらないので、数万単位の大きな出費自体はそこまでなかったんですけども、携帯今月4000円、4000円足りない場合はイオンカードからキャッシングして4000円補填したりとか、ガソリンとか年金とかですね、免除の申請したんですけども、4000円足りないから4000円下ろしてきたりとか、それが積もり積もって気がついたら、イオンカードと静岡銀行のカードローン、合計100万円近く借金を積み重ねるに至ってしまいました。もちろんそれ以外にも正直無駄遣いもありました。本が欲しいからお金をキャッシングして本屋で本買ったりとか、エア出勤をしていた時にお昼食べたいからちょっとコンビニでお弁当1000円分買いたいから1000円おろしたりとか、一番大きい無駄遣いはプレステ4を購入したことなんですけども、プレステ4がどうしても欲しくて欲しくて欲しくて、地元のイオンでリボ払いで購入したりとか、それが一番ソフトと合計して6、7万ぐらいかかったのかも、どうかその辺は多分そのぐらいの額かかったのかもしれませんけども、あとは2019年の確か4月だと思うんですけども、岡崎市にある派遣会社トヨタ系の部品会社を2日で夜逃げしまして、その夜逃げした日にリスクヘッジの観点から高原野菜アルバイトのお仕事を確保しておいたんですよ。その日に集まる集合する予定だったんですけども、夜逃げしたその日に集合して、その次の日から高原野菜アルバイトなんか違えみたいな感じになりまして、
お昼寝から起きて別の求人を探して応募して、運がいいことに引きの強さで応募した15分後に新しい高原野菜アルバイトのお仕事内定をゲットしまして、結局もともと集合する予定だったお仕事はブッチしてしまったんですけども、新しい高原野菜アルバイト、新しい集合日まで1週間近く間が空きましたので、実家に帰るのもね、なんか正直後ろめたさもありますので、山梨県内にあるビジネスホテルで約1週間滞在していましたとか、大きな無駄遣いといったらそのぐらいの2つぐらいしかないんですよ。あとは本当に1000円2000円外食したりとか、コンビニでお昼買ったりとか、そのぐらいだったんですよ。主にメインは多分7割ぐらいが生活費の補填でした。特に2015年一番借金が一気に0円からもうイオンカードだけではなく静岡銀行のカードローンにも手を出してしまいまして、正式な金額、借金の金額は分かりませんけども、かなりの借金を抱えるに至ったと自分自身の中では記憶しております。多分当時のイオンカードの枠増額して多分50万円ぐらい言ってたと思うんですけども、正直7年ぐらい前のことなので正確な金額は覚えていませんけども、それにプラス静岡銀行のカードローン10万円なので、2015年の年末には多分60万から70万ぐらいの借金を抱えてしまった可能性が高くて、とにかく2015年は私回し最大の厄年って言ったらあれなんですけれども、転職した回数が多くて17回2015年は転職したんですよ。そして2016、17、18、19とちびちびと少しずつじわじわと仕事が安定していた時期もありましたし、エアコン部品製造の会社も5ヶ月近く続きまして、なんか気がつくとイオンカードが勝手に増額してきて、それに甘える形で仕事を辞めて無職の時にキャッシングしてしまったりとか、それで最大イオンカードの枠が90万円近く行きました。そして2019年の9月とかそのあたりについに返せなくなりまして、イオンカードのコールセンターに電話して、結果としてイオンカードの利用停止になってしまいました。2019年の9月上旬にイオンカード延滞したことによりイオンカードが利用停止になりまして、それ以降は毎月1万9000円ずつ少しずつ塵も積もれば山となるの精神で返済してきまして、ピーク時に100万円2社合計、イオンカードと静岡銀行2社合計で100万円近くあった借金も今だいたい22万円後半から23万5000円ぐらいの間だと推測されるんですけども、そこまで減ってきました。ようやく借金の返済もゴールが見えてきまして、今最優先すべきことは何なのかということを考えますと、貯金よりも借金の返済という結論に至りました。現在の借金の状況なんですが、だいたい22万8000円から23万5000円この間だと思われます。おそらく多分23万円切っている可能性が高いんですが、最大でも23万5千円になります。そして1ヶ月間1万9千円ずつ返済していまして、内訳なんですが、元金が5千円、利息が1万4千円で、合計1万9千円となります。今現在の配送ドライバーのお仕事、仕事が安定してきて長期で勤務できる可能性も高くなってきましたので、貯金ではなくそれにプラス1万9000円にプラス毎月5000円繰り上げ返済していきまして、少しでも1ヶ月でも2ヶ月でも早く返済していきます。そして余裕が生まれてきた場合はさらに増額いたします。はい、ということでこんな感じで毎月1万9000円ずつ返済していきまして、それでも12ヶ月後、約1年後には完済する予定なんですけども、少しでも早い方がいいということで毎月5000円ずつ売上返済することが決定いたしました。もちろん5000円ではなく、理想は1000円でも多く6000円7000円できれば1万円ずつ売上返済していきたいんですけども、そ
そうしていけば12ヶ月後、1年後ではなく、下手したら10ヶ月後、9ヶ月後、8ヶ月後に完済してしまう可能性すら出てくるんですよ。なので借金がなくなるってすごい大きいじゃないですか。本当にね、今の会社勤務して分かったことは、地道に働く、生活することの大切さを学びました。地道に塵も積もれば山となっていくの精神で、お仕事生活を続けていけば、さらにそこからステップアップすることが可能になりますので、間違いなく自分にとってプラスになります。ということで、貯金ではなくこれからは借金の返済を繰り上げで行っていくというご報告をさせていただきました。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。